50周25セント効果の裏面に描かれたスーザン・コンスタント、ゴッドスピード及びディスカバリー・ゴッドスピードであったと推定されている。ニューポートは1606年12月20日、スーザン・コンスタント、ゴッドスピード、ディスカバリーの3隻の船に105人の入植者を乗せ、ロンドンからバージニアに向けて出港した。ゴッドスピードはバー・ソロミュー・ゴズノルドに率いられていた。その航海で、 ゴッドスピードが運んだ乗客39人とスイフ13人は全員男性であった。カナリア諸島経由の大西洋横断航海は、風が良ければおよそ2ヶ月間の航海であるが、実際は144日用し、船団は1607年4月26日にチェッサピークワンワン港のヘンリー岬に到達した。そして入植に適した土地を求めてジェームズ川を遡り、 5月13日に川口から約5 0キロメートル遡った地点を入植地に定めた。この土地はジェームズタウンと名付けられ、北アメリカ大陸におけるイギリスの最初の永続的な植民地となった。ゴッドスピードは入植者を送り届ける役割を遂げると、スーザン・コンスタントと共に1607年6月にイギリスに戻った。ディスカバリーは入植地に残された。 1607年の航海の時の三隻の船、ゴッドスピードとスーザン・コンスタント、ディスカバリーのレプリカが、ジェームズ川沿いのジェームズタウンセトルメントに存在する。ありがとうございます。